ブレナム宮殿は、イギリスのオックスフォード近郊のウッドストックにある宮殿。マールバラ公、ジョン・チャーチルが、スペイン継承戦争中のブレンハイムの戦いで建てた、戦行によって、当時のアン・ジョから、ウッドストックに建設中だった宮殿が可視された。本館と中楼で繋がった2つの翼島からなる、イギリスバロック様式の屋敷は、部屋数200以上を持ち、 庭園の総面積は4600ヘクタールに及ぶ。建築家、ジョン・バンブラの設計により17年の年月をかけ、1722年に完成したブレナム宮殿を評価する上で、その庭園は重要な要素である。宮殿完成時には、宮廷が飾だったヘンリー・ワイズによって設計された、ロマン主義的なイギリス式庭園だった。18世紀中頃、ランスロット・ブラウンによって、 人工庫や運河を配置した風景式庭園に改造された。その後、1925年から1932年の間にアシル・デュシェーヌの設計によるルノー・トル様式のフランス庭園に改造され今日に至っている。1987年に世界遺産に登録された。2019年9月14日未明に館内に展示中であった。 アメリカと名付けられた18金の便器が窃盗にあった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ブレナム宮殿公式サイト。ありがとうございます。